韓国鉄道2000系電車、韓国鉄道庁2000系電車、韓国鉄道庁2000系電車、または韓国鉄道公社2000系電車、韓国鉄道公社2000系電車は、1993年に登場した韓国鉄道庁の通勤系電車、道庁の公社化後は、韓国鉄道公社に継承された。 2012年までに全車両が4号線用の34万線軽電車及び本当線用の35万線、軽電車に改版された。また、2011年には、本当線、水人支線用35万線軽電車として、新規に製造された車両や32万線、軽電車から改造された車両が存在する。安山線、香川線とその乗り入れ先のソウル交通公社4号線、 首都圏、電鉄4号線及び盆島線と、水神線で使用されている。本港では2000系電車から34万1000系、電車、35万1000系電車に改版された車両の、他、盆島線の延伸開業と、水人支線の再開業に備えて、新規に導入された車両についても記述する。1993年に試作車、2X30 編成が登場した。 これは1994年の果手川線開業とソウル地下鉄4号線との直通運転に備えたものである。日本の技術協力による VVVF インバータ制御と205系等と同様のビード付けステンレス車体を採用した高直流電車である。これらの車両は安山駅に隣接した安山電動車事務所に配備された。当初6両編成であったが、 後に重量編成化され、カラスミミシマ駅への延伸開業とともに、広大な電動車事務所、市況車両事務所も開所した。VVVF インバータ制御装置は、初期に製造された編成は、東芝製、あとは、東芝との技術提携を結んだ、韓国、ウススム三連製である。また、1994年のボン島線開業に、最取では6両編成が投入された。 こちらは交流電化路線をもっぱら走行するためワンマン運転に対応した交流型電車として製造されている。2011年4月より4号線所属車両は34万1000系、本島線所属車両は35万1000系の開話が進行中であり、開話完了まで2000番台と34万1000番台、35万1000番台が混在する状況が続くことになる。 以下、本校では、開場前の状況を記述する。なお、2012年4月の時点で、全編成の開場が終了している。2011年には、本島線の延伸開業と、水戸市線の再開業に備えて、新規に製造された車両が登場した。2013年9月現在4号線所属車両、34万千系が重量編成30本300両。 本島線所属車両、35万千系が6両編成43本258両、水仁市線所属車両、35万千系60番台、が6両編成10本60両が在籍していい。また、4号線所属車両と、水仁市線所属車両は市教車両事業所に、本島線所属車両は、本島車両事業所に、それぞれ配置されている。 1993年から1999年までに導入された。9、大部重工業、現代成功、関心重工業、あと現代、ロテムで、統合で製作された。主に4号線には大部、現代さんが、盆東線には関心さんが多い。4号線には 341X01、編成から 341X25 編成まで。 盆頭線には 351X01 編成から 351X22 編成までが在籍している。車体はステンレスに大々色と茶色の細体が巻かれていた。高射化に伴って2006年1月頃までに高級的な新塗装化。盆頭線は黄色をドア上部に紺色をドア下部にそれぞれ配置。全面部の塗り分けはその逆暗山。 香川線は乗り入れ先であるソウルメトロ4号線のラインカラーである水色をドア上部に紺色をドア下部にそれぞれ配置全面部の塗り分けはその逆に配置が行われ同時に車内の不燃加工時車両番号ステッカーの貼り付け行き先方向膜の LED 化が施された座席は20メートル車のためドア間は7人掛け車端部は3人掛けになっている 車両の中心付近の天井に2段 LED 式の旅客案内表示機が1機設置されてある。車両間ドアは自動ドアに改造されている。4号線は2000年のカラスミミシマ延伸、震、ボントー線は2003年の占領延伸に備えて導入され、現代ロテム製造当時にはコロスロートムで製作された。4号線には 341X26。 編成から 341X30 編成まで、ボン線には 351X23 編成から 351X28 編成までが在籍している。試作的に全面形状のみを変更し製造した。戦闘部が最初にフェンスリフトとなっている FRP 素材で製作された流線型戦闘部を採用した。 韓国鉄道5000系電車トングリと同じデザイン。なお、側面は一時車と同じ。当初はステンレス地にオレンジ帯、q CEI を貼り付けて製造されたが、2005年の韓国鉄道公社発足に伴い2004年度後半までに暫定的にカーイルのロゴマーク貼り付けを行った。その後2006年1月頃までに高級的な新塗装か乗り入れ先である。 ソウルメトロ4号線のラインカラーである水色をドア上部に紺色をドア下部にそれぞれ配置、全面部の塗り分けはその逆に配置、ロゴマークは前面に白抜き、側面に正規板を貼り付けが行われ、同時に車内の不燃化工事、車両番号ステッカーの貼り付け、行き先方向をまく l ED 化が施された。先頭部のみならず側面までもが 韓国鉄道5000系電車トングリと告示している。しかし5000系電車と異なり、窓に UV コーティング処理は施されていない。当初から新 CI カーイルのロゴマークを貼り付けていた。また行き先表示器と列車番号表示器も当初から LED 表示装置を採用していた。その後、不燃化と車両番号ステッカーの貼り付けを実施した。 本島線の2011年の器共演新と、水人支線が荒澄三島松島間再開業に備えて導入され、現代、ロテムで製作された。申請当初、2100番台ディーゼル機関車、2006年10月31日をもって全廃が2128まで使用していたため、車号は30から始まる。2012年4月現在は、開版により1から始まる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。